乗船してお待ちください。テイルズ・オブ・エクシリア、前回の続きからプレイしていきましょう。電書バト？手紙？珍しいね。鳥でやり取りしてるんだ。ん？まあな。遠い異国の愛する人にさ、素敵な女性が目の前に現れたってな。へえ、奥さんいたんだ。優等生の発想だな。結婚してるように見える？え？違うの？さてな。あ、もう出るみたいだね。あ。どうなんだろうな。ミラとかのことを報告してんのかな？うん。あの子、あの村で何してたんだ？監禁されていたのだろ？逆かも。かくまわれてたって可能性もあるんじゃないかな。エリゼ？ティポ、見て。海すごい！落ちたら死んじゃうとこだったよ。悪い子じゃないよ。そうみたいだな。ちょっと危なっかしいところはあるけどね。引き取ってくれるいい人が見つかるかな。それは君が探すしかない。それが責任というものだろ。やっぱり怒ってるのかな。いつもあんな調子じゃないか、ミラは。むしろ意外だな、俺としては。エリーゼのことはバッサリ拒否すると思った。どうして？目的の邪魔になることにはもっと一方的かと思ってたよ。ミラはそんなに冷たくないよ。そうかな。そういや聞いたぜ、イルファンの研究所じゃ大変だったらしいな。ミラから聞いたの？あいつあそこから何か奪ったんだって。国の研究所じゃそりゃ軍も出動するって。なんだろう、僕も知らない。本当か？隠してもすぐわかるぞ。ほらミラには黙っててやるって。ごめん、本当に知らないんだ。なんだ、あいつはやっぱ俺たちを信用してないのかね。そんなことないよ。待ってて、僕が聞いてくるから。いや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 、オタクでも知らないならいいや。いやマジで責めてるわけじゃないって。でも俺が聞き出そうとしてたらあいつが怒るかもしれないからだよ。だからさ、俺が聞いたってことも黙っててくれよ。うん、分かったよ。やっぱなんか裏切りそうな気がすんな。ミラ、エリゼ。ああ、そろそろ到着のようだ。さて、ナシュガルの警戒がどれほどのものかな。ミラ君は友達、友達。なんか良くなったみたいだね。大丈夫、何も心配いらないよ。これからこの子を連れて大丈夫かな。思ったほど厳重じゃないが。兵士は配備されてるね、注意しないと。妙だな、一時はアジュールにまで兵を出していたというのに。
君らを追うよりも重要なことができたかな。好都合だ。気づかれぬうちにイルハンへ向かおう。なんか貼ってない？掲示板みたいなやつ。あれなんだろう。ごめんね、エリーゼ。大きな町に着くまでもう少し待ってね。そしたらきっと引き取ってくれるいい人がいると思うんだ。身元もようわからん子供を引き取りたいって人ってなかなかいないんじゃないか。可愛いけどさ。16？ それ何のこと？いきなり引き取ってくれる人がどうとかお嬢ちゃんに言ってもね、聞かされてない本人はそりゃ驚くよな。気遣いが足りないな。ただガキなんだよ。ん？おっと、ひょうひょうとしてるけど、なんかやっぱなんかありそう。これがずっと気になるんだよな。あ、あ、この手配書、ジュドとミラ？うわ、二人とも凶悪。これが私とジュドか？似てないけどさ。不幸中の幸いだな。これなら捕まる心配はなさそうだ。よくないよ。まあ自意識の強い年頃にはきついよな。違うよ、僕はどうでもいいけど、ミラはこんなんじゃない。うん、確かによくない。私が現在の継承を成したのは、この外見が人間の半数、つまり男性全般に対して有利だからだ。だが私が手配書のように非魅力的ならば、基本戦略を見直さねばならない。結構生々しいこと考えてるのな。ジュド、正直に答えてくれ。男性視点で見て、私は魅力ある存在だろうか。ミラはすごく素敵だと思う。何やってんだこいつら。うん、セクゾイー、エリーもミラ君みたいになりたいって。でも自信持っていいよ、ミラ。具体的にはどこら辺が魅力？そりゃいい匂いするとことか揺れるとことか。揺れる？貴重な意見、感謝するぞ。いや、ジュード君も男の子だね。今のは一般論だからね。泊まっていこう。そういや、ここの宿って他と違って随分寝心地がいいベッドだったな。あ、そうなの？変なとこを覚えてるんだね。よし、泊まってこうぜ。そんなのんびりしてていいのかな。不審な船員。気をつけろエリゼ、海底にお前に不自然な視線を送る船員がいるぞ。そうなんですか？気づきませんでした。ただのロリコンかもしれないが、念のため話しかけてみるか。ロリコンがこの世界にもいるのか。ん？どれ？あれか。なんだお前。運び荷を一つ渡しそびれた。西に向かうのはついでに届けてくれないか。もういいよ別に。宿屋。カラハなんちゃらの宿屋？うん。まあ、いっか。どれだ？どこにいるロリコン野郎？ん？いるか？いるかな？ん？なんか見逃してる？その辺にもいないよね。なあ。軍から重要な手配書を届いた。それにしても、どうして軍の手配書はいつもああなんだろうな。こうってことでしょ？もうちょっと絵が上手いやつがいないのかな。どこだ。え、見てるやついる？あれか。なあ、めっちゃバインバインしてるけど。オタク、うちのお姫様が可愛いからってジロジロ見ないでくれる？いや、すまない。その子が持っているぬいぐるみが気になって。奥にようなの？おお、
やっぱりこいつも喋るのか。こいつも前にも喋るぬいぐるみを見たことあるんですか。ああ、そいつにそっくりなのをね。その子、テポの家族かもしれません。どこで見たのだ。ちょっと前に来た行商人が売ってたんだ。ここの海底から西の町に向かったよ。こっから西の町というとカラハシャールか。テポ以外にもテポがいるんでしょうか。可能性はあるだろうな。家族がいるなら会ってみたい。最近のおもちゃは本当によくできてるな。娘のお土産に一つ買っておけばよかったよ。子持ちか。でもこんなんあったら普通に欲しいよね。こっちはいけないか。よし。いや、どう、あ、なんかいるな。どうした？秘密の依頼がある。まあいいけど、毒針を入手してほしい。大丈夫これ。え、やばいんじゃないの？毒針ってどこで手に入んの？毒針の売ってる場所とか知らないんだけど。止まるか。とりあえず一泊してこっか。他は別に何もなしか。樹海にはすごい煙のお化けが出る。煙のお化け？お、なんかある。よし、止まってこう。お願い、早くして。どうかしたの？いや、あの女、いい女じゃね。ほら、ジュード君はどう思う？だぞ、キャッてこい。やっぱりキャンセルするわ。ごめんなさい。アルビン？どうしててめえみてえな女を信用したんだろうな。お願いします、見逃してください。お願いします、お願いします。誰の指示だハゲ。なんだお前。もうこの辺でいいでしょ。てめえ、キャットがどういう女か分かってんのか。アルビン、どうなってるの？まだいたのか。行くぞ。キャット、お前変な名前だな。猫ちゃんかい？あなたもあいつらに何されるかわからない。どうして助けたの？どうしてってね。それは綺麗な人は放っておけないんだもんね、アルビンは。何を言う、ジュード君。それより宿に戻って彼女の手当てをしてあげなさい。了解、アルビン。あの女、どう見ても仇じゃねえよな。お前もな。傭兵って仇って言うのかな。どうなんだろう。仇じゃないか。あれ、アルビン、キャットさん見なかった？あいつなら夜明け前に出て行ったぜ。おい、こっちだ、引き上げたぞ。何かあったのかな。死体かだろうな。事故じゃないな。まったく物騒だな。キャットさん、知り合いか。残念だけど彼女はもう。どうしてこんな、ひょっとして昨日の二人。いや、違うな。あいつらじゃない。アルビン、犯人も知ってるの？すまない、二人にしてくれないか。すぐに済むから。いや、
二人が離れるべきでは見ながらじゃないとできない話か。はっきりと言ってたわけじゃないが、キャットはおそらくガーベッジ隊だ。ガーベッジ隊？ガーベッジ隊？アジュールのアクタウ族って下道集団が使う女のスパイのことだ。ガーベッジ隊はどこにでも潜り込み、女を使って諜報活動するゴミだってな。アジュールじゃ有名な話だ。そんな、昨日の奴らはキャットの素性までは掴んでいなかったみたいだった。おそらく潜伏先の連中だ。奴らならここまではしない。なら誰が？タイの連中、つまり身内。諜報活動がバレたから切られたんだ。俺も素性にうすうす気づいていたのに。むしろ俺のせいかもだ。アルビンのせいじゃないよ。もういいかな。ああすまなかった。アルビン平気？生きてりゃこういうこともある。お前が気にすることじゃないよ。優等生こそこんなことでいちいちへこむなよ。こんなことか。きつい話だな。いつまでああやって置いておくつもりなんだ。どうしてやることもできなかったっていうと、それまでなんだけどさ。なおちゃん、あれ何？そこなご一行ん？悪いけど先急いでんだ。また今度な。冷たいの年寄りの慰めに付き合ってくれてもよかろうに。何？ジュート君聞くね、絶対ね。おい、こういうの相手にしたらキリがないぞ。そういうのは旅をするなら聞いておいてる方がええぞ。命に関わることかもしれんから。何？面白そうだな、話してくれ。そう来なくてはの、されば語ろう、魔獣の物語を。時は数十年前、北方にある部族に、トリロは魔物自体を操る力を持っておった。最大限引き出す。禁断の術に手を染めた。戦うほどに強くなる。6体の魔物が完成した。倒せってこと？それ6体を。爆発的に肥大化。6種の武器、魔装備を生成しおった。魔装銃。当然じゃお若いの。20年前、トリルは6体の魔装銃を引き。はえ。はえ。閉まらない話だね。解き放たれた魔装置はどこかに生きておる。ほう。どうにかして倒したいな。戦うほど強くなる。20年以上戦い続けた。体に武器を生やしてた魔物と出会っても決して戦ってはならん。ほう。それ引っこ抜いて使えんのかな。じゃあこれシステムでちょっと変えれる？メッセージ速度を普通にすればさすがにあれかな。読めるか。これだったら読めるかな。ギリかな。なあ、賞金稼ぎ。俺は、人は俺をすごいの賞金稼ぎと呼ぶ。どうだお前ら、俺と協力して一仕事しねえか。協力すれば俺がすごいと呼ばれている理由を教えてやるぜ。いいけど。今回の山は街道の旅人を襲う魔物の退治だ。奴らは、サマンガン樹海を巣にしてるらしい。張り切って行ってこい。安心しな。危なくなったら、凄腕の俺が助けてやるからな。お前それあれじゃないの？なんか、人の手柄を横取りしてさ、全部自分の手柄にしてますみたいな感じじゃないの？大丈夫？はい。ということで、じゃあ次回この、サマンガン街道進んでいきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。